億万長者合宿の久保でございます。まあ、吉江さんからのメッセージもすごくね、的を射たものだと思いますけど、私の方からも重複するところがありますけども、こういうメッセージを送りたいと思うんですよ。例えばですね、2020年になりましたよね。そこでね、今年の目標とかっていうのはあると思うんですけども、一回こういうふうに考えてみてもらいたいんですよ。俺はこの人に尽くすぜっていうふうな一人を今年見つけることができてますか、もしくはできそうですかってことなんですよ。そして去年を振り返ってみてください。俺はこの人に尽くしたぜみたいなのね、もうすぐにパッと浮かぶような人が一人でもいるかなってことなんですよ。で、次に考えることなんですけども、尽くした結果お礼をもらえたぜっていうふうな人が2019年に思い出させるかどうか、思い出すことができるかどうか、そして2020年、この人に尽くしてお礼がもういただけるぐらい、お礼を言ってもらえるぐらい尽くしていくことができるような人を見つけたぜみたいな、見つけるぜみたいな意思が固まってるかどうかっていうのが2020年の目標になってるといいんではないかなと思いますよね。だから収入を上げたいとか、ビジネスを成功させたいっていうのは具体的なようね、漠然としてるんですよ。で、そのビジネスを成功させるとか収入を上げるっていうのは、結局誰かが自分に対して答えてくれて、ありがとうとか感謝っていうもので答えてくれて、入金をしてくれるっていうところに関わると思うんですよね。それをもうちょっと分解していくと、その入金する人に対してどのぐらい尽くせたかってことになります。そしてどのぐらい尽くせたかっていうものの前に、この人のために尽くしていこうっていうふうに自分で決めていける人がいないといけないんですよね。でも多くの人っていうのは、いっぱい呼びかけても私のために尽くしてくださいって人を見つけることができない。そもそも発信してないんですよ。発信の量が少なすぎるんですよ。そうなってくると、とてもではないけども、今の考えをね、ずっと突き詰めていくと、目標達成には至らないよねってことなんですよ。例えば2020年に年収を1000万にするぞっていうふうにしたらね、期限と数字が入ってるから具体的じゃないかと思うんですけど、漠然としてるんですよ。だってこのスローガンだけでは入金されないんですよ。お金を払う人を自分で決めないといけないんですよね。で、お金を払ってくださる人を決めるってことは、その人がお金が払いたくなるぐらい自分が尽くしていかないといけないんですよ。そしてここからまとめになりますけども、多くの人はですね、なんて言いますかね、自分の悩みのことしか頭にないんですよ。自分の悩みを解決してくれ、俺のために何かやってくれ、俺のために情報をくれ、俺のために働いてくれと、自分がこれだけやったのにこれしかもらえないのみたいな発想もあるかもしれませんね。で、これではね、先に進まないんですよ。誰もです、誰もできないです、何にもできないです。でも逆にですね、自分以外の人の悩みを解決するために心底自分の全知全能を傾ける人って、人から無視されますかね。そういうことなんだと思うんですよ。人の役に立てない人って、それは人から無視されます。でも役に立てる人間になって、それを自分の、対価を問わずにね、誠心誠意尽くす人って必ず人から大事にされますよ。大事にされないってことは、それほどのことをしてないっていうふうに考えることができるんですよね。まあそういうふうに考えることによって、一歩一歩前に進むんではないかなと思うんですよ。で、結論言いますけども、2020年ね、目標を決めるときに漠然としすぎてるんですよ。ある一人の人をチョイスして、この人に心底を尽くしていこうって人の名前がね、出てくるほどまでに、自分がね、2020年決意を決めているのか、そして2019年までそのぐらいのことを考えていったのか、これがだから億万長者とは言わないですけども、最初の1万とかね、最初の10万を稼ぐ鍵になってくるんではないかなと思います。この辺ね、私もそうですけども、吉田さんがやってるようなワントゥーワン動画っていうのがね、かなり今では効果が高いと思いますから、そういうのを取り組んでいくってことも大事だと思います。でもそもそもワントゥーワン動画を送る人がいないっていうのが多くの方の現状だと思うんですよ。もちろん動画のことだけではないですよ。電話でもいいと思いますよ。手紙でもいいと思いますよ。でもワントゥーワン動画に変わる方法を、結局は利益を上げてない人、信頼が集められてない人は多分持ってないんですよ。結局何もやってないっていうことになるんですよ。ですんでね、何もやってない人に対して、この億万長者合宿、1000話2000話と続いてますけども、この1000話2000話の中でも動いてくれる人って本当に数名なんですよ。このぐらい人を動かすって、なかなか大変なんですよね。1000話動画を撮っても動く人が数人いるかどうかってレベルですよ。じゃあ動画を100本200本程度しか撮ってない人がどれほどの人を動かせる、そういうふうな影響力を持てるかってことを考えると、ちょっとね、行動と考え方を、改めなくてはならないのかなってことに気づく人もいるんではないでしょうか。では今回は以上です。ありがとうございました。